って道をちょっと開通させてやって、これ何、あ、ここ通れるわけじゃない、あーまた引っかかっちまった、あーまたお前か、なんかこいつの出激しいんだよね、さっきから3連戦ぐらいで。このビーナスチェリー、メトロイドそっくりのこいつ戦闘なってるんだけど、ジェリーはまあゼリーってことでわかるんだけど、ビーナスの要素ないじゃん、別にどこにも女神的な要素この見た目にないと思うんだけど、なんちゅうネーミングセンスなんだよって思うんだけどさ、まあ比較的倒しやすい敵だから全然出てくる分には問題ないんだけど、いいね HP アップ、うまい具合に巻いていきたい。あ、上に行く階段がある、待て待て、上に行く階段もあるけれども、ここのフロアの探索をまだお済みじゃないんだ。あ、待て、あ、演武剣覚えたんだ、演武剣覚えちゃったらもう覚えることないのかな、てかシフがさ全然、あ、待て、ビーナスジ、いやあれか、カルパタルのせいで文字が見えなくなってるだけか、新キャラかと思ったけどそういうわけではない。で前に出て、やっぱ武器もな、買わないとダメだよな。いや、なんでこんなにシフの武器レベル上がってくんねえんだろうな、もうだいぶ経つと思うんだけど、もうシフのレベルが上がるまでにおじさんのレイピアが2段階ぐらい上がってるから、やっぱ年齢なのかな、女キャラの中で最年長だと思うんだよシフって。でレイピアレベルアップ、やっぱ弱い武器だからレベルが上がりにくいとかあんのかな、もしかして。ああ、はいはい、やっぱ反対側に宝箱あるよね、このイカ地帯を抜けなきゃどうにもならん。でうまいこと倒して反対側に行きたいんだけど、めっちゃいるじゃん。であらかた倒した、ようやく進めるようになった。んでここの下は何もないか、いや上の方にまず宝あるのは確認したんだけど、その宝をとりあえず回収したい。240件ゲット。これぐるっと何、回れるようになってる、回れるようになってるか、下の方に宝があるか、下の方にも宝あるな。あ、これ帰り道絶対戦闘になるでしょ、レザーグラブを手に入れた、初めてなんか別の何かを入手した。誰かにつけるか、装備できんのか、あ、そういうわけでもないのか、どういうことだこれ、それぞれグラブってそもそも装備品なんじゃないのか、2個まで装備できるってこと、いや、そういうわけでもないのか、レザーグラブって何、どういう、待て、どういうアイテムなんだ、いや、使えないだと、どうすればいい、まあ2個持ってるしな、ガラほどは、2個以上つけてたら無理なのか、いや、そもそも武器を両手とも手放さなきゃ装備できないとか、そういう仕様か、アイシャのレイピアとガーダルフレールどっちも外して、これでレザーグラブ、あ、装備できるわけでもない、じゃあちょっと直すか、ガーダルフレールとレイピア、え、これ何、またゼロに戻んの、え、1回でも外したら何、能力なくなるってこと、え、やばくない、その仕様、え、ゼロゼロになってるじゃん、え、何、1回でも外せばそうなっちゃうのか、え、何、その何、クソ仕様じゃん、うわ、新キャラ出てきた、え、今ので、あ、クラーケン、なんかクラーケンって青いイメージなんだけど、赤いクラーケンもいるのか、いやいや、1回でも装備外したらその初期化されるってクソすぎないか、うわ初期化されてる、うわ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 、罠だね完全に。じゃあ強い武器装備しても、うわ、これ死んだか、強い武器装備してもさ、たったの1回でダメになっちゃうってことか、あ、でも重いのか、こいつ強いじゃん、技使えばよかった。いや、シフものんきに一歩前に出てる場合じゃないんだよ。
二段突きからの、あ、まあ、こいつは普通にアイアンソードで、ベルニーの弓で。いや、アイシャ一気に弱くなったな。うわ、これ、みんな死んだな。大丈夫か。シフがタフだったからどうにかなってるけど。いや、これ、そこそこタフなんじゃないか、この敵。やらかしたな。大丈夫か。生き延びて、どうにか生き延びられるか。全滅ありえそうだ。うえ。いや、3回攻撃とか汚くね。これで敵が死んでくれなかったら、あっぶな。ちょっと待って、すぐにもう全員蘇生入れろ。蘇生入れないと死ぬぞ、今敵に囲まれてるんだから。んで、もう傷薬ゲー、全員にとりあえず傷薬使って、傷薬 なくなってもいいから、とりあえず全員蘇生。いや、マジやべえだろ、こういうこのクラーケンとかいうイカ野郎よ。アルベルト全然回復してねえ。んで、アイシャ、ちょっとアルベルトの回復、バーバラの回復、アイシャ回復、これでほぼ体勢を立て直したから。いや、マジでえげつねえ。とりあえずセーブ。あんまりセーブしてなかったからな。危ねえ、30分以上セーブしてねえじゃん。危険だ、危険極まりねえ。あー、よかった、なんか馴染みのある敵が出てきてよかった。てか、装備外すんだったら、その装備外した時に今まで覚えてた必殺技とか忘れてしまいますけど大丈夫ですかみたいな、そういう確認みたいの出てくれればいいんだけどさ、やっぱ昔のゲームだからそこら辺も不親切なのかね。いや、マジでアイシャもうパーティーから左遷してもいいぐらい力がなくなってしまったよ。いやいや、これしんどいって。だから仮に9999円の武器買ったとしてもよ、その何も技を覚えてない状態からスタートになるから、やっぱしんどいよな。てか、レザーグラブって何のための装備品なんだ。これ下手にでも武器取り替えたりしない方がいいな。はやぶさ切りとかも使えなくなるんだったらマジで酷だぞ。弓だったらまだどうにかなるかもしんないけど、どの位置からでも攻撃できるからさ。いや、でも弓って一番困るか。全員弓に装備変えたらさ、一桁ダメージしか入んなくなっちゃうから、それはそれで困るよな。パーティーになんか決定的なアタッカーみたいな人がいないとめちゃくちゃ弱いぞ。あー、なんか増えてんな。流星拳使うか。こういう流星拳もなくなるってことだろう。いや、きついって。流星拳なくなるのはマジできついわ。で、魔法は、あ、魔法もそうか。術法を一回でもなんか覚えたり忘れちゃったりすれば、それまでの積み重ねたものも多分なくなるな、この感じだとは。それでまた何、敵との戦闘を150、60回やってようやく全部の魔法を回収できるみたいな、そういう感じになるでしょう。いや、ロマサガ1、熟練度の考え方ぶっ飛びすぎてるぞ、ロマサガ1。ドラクエよりも圧倒的に不親切だよな。ドラクエ3のさ、転職システムにちょっと似てんのかもしんないな。ドラクエ6とかだったらそのままなんか継続されるじゃん。その魔法とか特殊を覚えた状態で、ステータスだけがその職業を切り替えることによって変わったりするけど、レベル1になったりしないじゃん。まあ、ドラクエ3にちょっと似てんのかもしれないね。レベルが1に戻るからさ、FF じゃねえや、このロマサガ1の仕様も。いや、なかなか酷だわ。でもドラクエ3ってちゃんと言ってくれてるじゃん。そのやり直しになったらまたレベル1からになるけど、それでもいいかみたいなさ、そういう確認みたいのあるからいいけど、何の確認もなしにいきなりレベル1の状態に戻されるってきついよな。
何も知らされずに不思議のダンジョン潜るような感覚だよね。あれも大体不思議のダンジョンってレベル1に治るじゃん、治るっていうか戻るじゃん。ああいう仕様に近いよな、このロマサガ1の魔法とか武器の仕様を。んでこれでようやく上のあれか、上に行けるな。なんかマンジみたいな形のマップなのか、ここ。上の方はもう、こいつらもなんか何体かいるけど、うまい具合にすり抜けられたわ。奇跡かよ。で、階段は敵の、あれなのかな？階段の上に登ることできないのかな？はい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 。で、こっち。何があるんだよ、これ。滝壺の裏に何かあるとか、そういうわけでもないか。で、これはさっき見たマップだもんな。で、ここで一回下に降りて、で、下に降りる前に、戦闘になっちゃった。下に降りる前に左の方に進めば、なんか見つけられるよっていうことなのかな。もう戦闘をなるべく早く終わらせたいから、もう流星剣合流して。そうだ、アイシャ、アイシャもバーバラも遠距離技何も覚えてるんで。いや、ほんと弓、ベルニーの弓だよな。マジでベルニーの弓さえ買ってしまえば天下取ったようなもんなんだけどさ。このターンでいけるかな。ああ、もうダメだ。誰も何もやってない。ああ、違う。ベルニーの弓、いたわ。オッケー、ワンターンキル。もうレベル1に戻ったから、その技は覚えやすい状態になってるかもしれないけど、いや、このサッカーな。技を覚えやすい状態になってるかもしれないけど、これ何、行く道ねえのかよ。技を覚えやすい状態になってるかもしれないけど、結局はさ、その、また技を覚え直さなきゃいけないから、いや、お前ら来るな。お前ら来るな。やっちゃった。あ、またこいつか。強いんだよな。戦いたくないんだよな、できたら。で、二段突き。いや、シフがな、これしか覚えてないから、そこも辛いとこだよな。いや、アイシャもバーバラも、前に出ない限り何も使えないから前に出るしかないわ。これおじさんとシフがフルボッコリされて死ぬんじゃないか。2連続攻撃食らったらそら死ぬわな。シフに人柱になってもらうしかねえな、これ。シフ人柱になってもらって、うわー、外した。遠距離攻撃できるから、シフはもうこれ防御してた方がいいかもしれない。あいつ遠距離攻撃できないから、これでこの位置から防御、防御。この戦い方もが多分賢いだろう。オッケーオッケーオッケー。いいぞ、いい感じで人柱になってるぞ。さあ、ちゃんと入ってくれ。オッケーオッケーオッケー。やっぱある程度距離保ちながら戦うのがセオリーなのかもしんないな。うーん、でちょっと回復、アルベルトマジックヒールで、おじさん回復。うんで、シフも回復。で、あと、癒しの水で、おじさん回復。まあ、これで概ね戻ったな。で、あの魚。あの魚とは戦いたくない。来んな、お前。オッケーオッケー。上にうまく誘導して。これで多分、下に行ったら戻っちゃうから、上に行かなきゃダメだと思う。上に行ってもう誰ともできることなら戦いたくない。そのまままっすぐ上に行って、どっか別のところに抜け出したい。あれ、これ何、単純に出るだけ？これ単純に外に出てさ、どこに繋がってる？はい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 、どこだ、ここどこだ。なんかよくわからんところに出てきて、あ、懐かしい。なんかいたな、ウィングビー。そんな名前だったら、なんか毒使う技使ってこなかったっけ、こいつ。はやぶさって、ベルに行って、やることねえからな、防御でいいや。で、ガラルフレルで。いや、シフがな、ちょっと伸び悩んできてるよね、最近。もう普通にガラハドとかバーバラの方が強いからな。まあ、それアイアンソードしか装備してないんだもん、シフは。そら伸び悩みもするわな。ちょっとセーブするか。ここでセーブして大丈夫なのかどうか、はなはだ疑問だけれど。ジャングル意外と長えな。あー、さらに奥に何かある。
ちょっと雲を戦いたくない。お前ケルベロスか。なんかケルベロス臭い。ケルベロスじゃなかったけど新キャラ出てきてる。待て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 。いやいやいや、わからんわからん。サーベルタイがすごい硬いかもしれないから、かまいたちもちょっと奥にやって、日本打ち。アイシャはマジで何もできないからな、もう。アイシャ魔法は使いたくない。魔法はいざとなった時の回復として取っておきたいから、ちょっとスタンディングブローでなんか、動き封じて。麻痺させて。オッケーオッケーオッケー。麻痺させてしまえばこっちのもん。いいね、効率が攻撃できて、攻撃できない状態になってるのはいいことだ。うわー、これ死んだか。オッケー、どうにかやってる。わー、てか敵結構硬いな。うわー、ガラハド。お前さっき体力回復させなかったっけ？どっかでダメージ食らってたか。で、もう一回流星剣かますぜ。で、手前にかまいたち。で、奥にベルニー。で、こいつはもう痺れてるから、いや、まあ、いっか。どっち攻撃してもそんなに変わんねえわ。さあ、こんなんで、このターンで倒せるでしょ。奥のやつもこれで死ぬでしょ。で、手前のやつに行動される前に倒す。素晴らしい。今のは多分サーベルタイガーだろうな。その犬の形した敵。で、244機手に入れて、術法。マジックヒールでガラハド。で、ガラハド単純に HP がやっぱ低いな。バーバラと同じくらい低い。待って、アルベルトもちょっとあれだ、回復させるか。オッケーオッケー、体勢立て直した。いや、意外とこの奥深いぞ、このジャングル。さあ、奥に行くぞ。何が待ち構えてる。なに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 、なんかある。はあはあはあ。え、広くね、ここのジャングル。めちゃくちゃ広いんだけど。あ、これ帰り道ってこと。最悪なんかあってもいいように、あそこから帰れますみたいなことか。うわ、いっぱい出てきた。懐かしいな、こいつら。懐かしい顔ぶれ。んで、あ、そっか、前に出るか。で、どうしよう。いや、なんかもう、弓をさ、弓ってかもう、槍になっちゃうんだけど、聖剣伝説のリースの必殺技みたいにさ、なんかうまいこと、敵全体に弓を振らすみたいなさ、そんな感じの技やってくれてもいいと思うんだけど、うん、この技は緩いから楽。これも手前のやつ1体にしかダメージ入んないからあんまり美味しくねえんだよな。で、流星剣。ああ、いいね、強い。思わずほっこりするね、この技の強さに。惚れ惚れとするわ。で、これで多分うまいことくたばってくれるんじゃないか。まあ、あとは適当に攻撃すれば、まあ、レイピアで。なんか武器のレベル全然上がらんよね。アイシャ初期化されてるんだから、普通に武器のレベルとかもスムーズに上がってくれてもいいなとは思うんだけど、そう簡単に上がってくれない。おお、お金いっぱい手に入った。これ東に神殿みたいのあるけどさ、これ何、どこ繋がってんの。なんか東の方に神殿があるよみたいなこと言ってたじゃん。うーわ、これなんかすんげー長くなりそう。いや、回復さえできれば。何、このピラミッドはなんちゃらかんちゃら。何かの古い神殿のようだな。穴が狭くて入れないぞ。2つのくぼみがある。何かをはめ込むようになっている。今来るべきところじゃなかったんだろうな、きっとな。これピラミッドの裏の方とかなんかあんのか。なんか必要なアイテムらしきものをことごとく見逃してるからな。進めなくなってる。今なんかガラハドの武器かなんかレベル上がったんじゃないかな。んで、このピラミッドの反対側の方に行きたいんだ俺は。あ、待って、ピラミッドの左側も気になるな。いや、来ないで、くそ。うわー、なんか新キャラいるわ。あの後ろにいる虫みたいなやつなんだ。
で、ゴブリンの上位互換みたいなやつも出てきてんじゃん。ルーンビートル、あれ3匹で1人ってこと？なんか三味一体ってことか。ちょっと前に出て。何使った？おお、窓ハンド。え、今の攻撃なんだ？あれかな、前に出たり後ろに下がったりすることができなくなるみたいな、そういう系の技？何の技か分からんけど、うわー、毒食らっちゃった。毒食らっちゃったし、敵もそこそこ強くなってきてるから、危ういんだよな。で、ベルニーの弓で。あいつも硬えな、流星剣。さあ、これで何体かくたばらない。流星剣でゴリ押すしかねえな。シフもまあ攻撃で。レッドキャップっていうのか。あれ何？帽子なの？頭のやつ。トサカみたいにしか見えないんだけど。で、ちょっと前に出て。まあ、まただ。これどういう効果のある魔法なのかわかんねえからな。オッケーオッケー。だってあの虫タイプのくせにそこそこ HP 持ってるな。これでくたばるか。オッケーオッケーオッケー。アイアンソードようやくレベル上がった。やったー。長かった。オッケーオッケー。ベルニーの弓をレベルアップ。これは何？上の方は何もねえわ。左の奥多分何もないでしょう。うわ、新種のカニ出てきた。強いんじゃないのか、クラムボン。おお、流星剣使えるようになってるね。流星剣使えるようになってるのは別にいいんだけど、ちょっとこのクラムボンっていうのが気になるよな。こいつも多分強キャラの一人だと思うんだけど、だからこの効果がまるでわかんねえ。うわ、ブクブクブク。2体しかいないから、まあそんなもんか。それでもその程度のダメージか。これでくたばってくれ。よし、いいぞ。で、ベルニーの弓で。オッケー、いいな、調子がいい。で、これさらに一応上見るけど、多分何もないよね。で、魅力とかいろいろステータス上がって、上がりーのするけど、結局ここもなんか行き止まりみたいになってるから、だからこっち側の左の方行く必要あるんだよな。左側の、なんか謎の空間みたいになったじゃん。謎の空間からの左。これ帰る用の道かな？いや、帰る用の道でもないか。上に行けないんだもんな。何のための道なのかよくわかんないんだけれども。いやー、雲。で、あのワンワン王がなんか犬の水路みたいなとこ閉じこもってんじゃん。だからもうやることないんだよ。やることないから、セーブしてっていうか、上から脱出して、終わりじゃないか。まあ、いずれなんかしらのアイテム手に入れたら、こっち来て、行くみたいな感じだと思うんだけど、また、堂々とかか。まあ、大して強い敵じゃないからいいんだけど。で、二段突きかましいの。流星剣かましいの。あ、みんな死ねえや。なにこれ。全体攻撃の最強技みたいなのを覚えてる。で、こいつも何もやることないから前に出る。みんな死ねえやって、でももしかして何、仲間にもダメージ食らうみたいな最悪の技の可能性あるから、大丈夫か。もう敵堂々しかいないから、流星剣で仕留めてもいいんだけど、あ、オッケーオッケー。逆にちょっとミナシネアの効果が怖すぎて、あんまり使えなくなかったっていうのもあるんだけど、発動しなくてよかった。これこっちから、出れるよな。出れなかったらちょっと困るんだけど。で、ハヤブサ、ガーダル、アイアン、ベルニー、ガーラル、まあ防御でいっか。動画の尺的にそろそろ区切んなきゃいけない頃だから、ちゃんとこっちから脱出できるかどうかだけを確認して。あ、オッケーオッケーオッケー。多分ここで下に降りることで脱出できるんじゃないかなとは思うんだけど、アイアン、
アイアンソードって遠距離攻撃はできるけどさ、あれができないのが辛いよね。その遠距離っていうか、待って、ダブルヒット、その強力な技がないっていうのがきついんだよ。あ、一歩離れてるところからでもダメージ食らうんだ。まあでもこれで簡単に仕留められるから OK でしょう。で、時間も時間だから裏でセーブしておくかな。これ竹降りれるよね。あ、お前登ってくんのかよ。またケルベロス、まあ、アイアン、まだギリギリ一応録画で録音できる時間はあるからいいんだけどさ。で、2本打ち前に出るダブルヒット、もう最後のダブルヒットだ。オッケー、仕留めた。これちゃんと滝下れるよな。滝下れればもう戻るだけの道だから楽勝なんだけど。あ、オッケーオッケー。じゃあ今回はこの辺で終えるか。もう時間がないからな。もうジャングルの探索も終わったことだし、もうどこ行ったらいいか分かんないけれども。あ、待て、意外と時間大丈夫か。このまま何も戦闘なければそのまま終われるかな。つうことで脱出だ。新たに行けるようになってる場所は特にない。というわけで、ゴドンゴに戻ってこの辺で終えるとするか。まあ裏でセーブとか生物が宿泊まったりとかアイテム調達したりとかしとくわ。つうことで、この辺で終えよう。次回に続く。